リューデリッツは、ナミビア共和国南部のカラス州に位置する大西洋に面した港町である。ロバート港とシャーク島の周辺に開発された、小規模な漁港がある。1883年、ドイツ人商人、アドルフ・リューデリッツの代理であった、ハインリヒ・ホーゲルザングが、アングラ・ペケナやその周辺の土地を、ナマクア族から購入し、町が作られた。町の名称は、 このリューデリッツの名前に由来する。リューデリッツは、交易によって、また漁業やグアノの採掘によって生計が立てられていた。1909年に、付近でダイヤモンドが発見されると、リューデリッツに、突然の後継気の波が訪れた。しかしながら、現在では、リューデリッツ以外での採掘が、んになり、ダイヤモンド関係で得ていたものの多くを失っている。 リューデリッツの港は海底が非常に浅く近代的な船が利用することができなかったためナミビアにおける海運業の中心はウォルビス米に移ってしまった。しかし最近になって新しい埠頭が建設されたため大きな漁船がリューデリッツに接岸できるようになっている。またこの地域への旅行客を取り込むため町全体も再整備され商店やオフィスのために 新しいウォーターフロントが整備されている。リューデリッツはアール・ヌーボーなど植民地時代の建築が残っていることやアシカやペンギン、フラミンゴ、ダチョウといった野生生物でも知られている。以前はケートマンスフープへつながる鉄道があった。リューデリッツから内陸に数キロ入ったところにはゴーストタウンとなったコールマンスコップがある。以前はダイヤモンドで繁栄したこの街は 現在では捨て去られてしまい、ナミブ砂漠の砂丘に飲み込まれようとしている、リューデリッツの街並み、ありがとうございます。